本文だけでさせていただきます。まあ、公務部の本文からだけでもさせていただきます。申し訳ございません。ちょっと老眼なもんですけどね。規則は昨日2月12日、電源開発株式会社が管理運営する瀬戸内ダムの修理権更新について、支障なしとの意見を国土交通省九州地方整備局長に伝えた旨を表明しました。丸1、水害をはじめとする具体的被害が発生し、かつその防止策が講じられていないにもかかわらず、支障なしとはどういうことか。丸2、球磨川本流および川辺川をはじめとする球磨川流域は、新たな撤去による県からの地上用すくい上げ事業費の助成打ち切りに伴う電源開発株式会社の代替助成の確約も取り付けないまま、特に瀬戸内ダムの上流の人吉熊に重要な観光資源を失わせ、地域経済の破壊的衰退を招くのは自然にもかかわらず、支障なしとはどういうことか。丸三、瀬戸内ダム近辺の耐え難い騒音、振動、異臭について解決策が講じられていないにもかかわらず、支障なしとはどういうことか。丸四、瀬戸内ダムにより球磨川八代海の水産資源は大きく損なわれている。その解決策もないのかかわらず、支障なしとはどういうことかなどなど、規則の判断には到底納得できません。瀬戸内ダムは昭和30年に竣工しました。すでに56年経過したことになります。今後さらに20年更新されるとすれば、76年の長きにわたって一民間企業が球磨川を支配することになります。76年はとてつもなく長く、この先20年の間に流域の存落は死滅しかねません。そのことを思うとき、私たちは悲しくてたまりません。気象部には私たちの悲しみが理解できないと思います。気象部は地元に赴き、現状を把握すべきでした。それをせず、支障なしと判断したのでは、地元は救われません。地域住民の不幸量を増大しました。上記に関し、規則は4項目の付帯権をつけました。しかし、まあ、生かされる保証はありませんし、不十分な内容ですが、それでも実現することには意味があります。規則においては、規則の兼ねてからの県民の総幸福量の増大を図るという理念を実現させるため、支障なしの意見を撤回し、付帯意見の内容実現に最大限の努力を尽くされるように求めます。以上です。趣旨について申し上げますとですね、知事は今付帯権も付けられたわけなんですけども、いずれも確約がなくてですね、現実に水害が発生し、電源開発株式会社がその対策を取っていないもかかわらず、確約全くないんですよ。担保すべきものが全くない。
現実に被害が発生しているのか、それも放置していいのか、そこについての配慮というのをなくして支障なしというのは非常に問題であると我々は考えています。稚鮎の放流事業もそうですけれども、もし稚鮎の放流事業がもう3月末に行われますけれども、もしできないとするならば川辺川球磨川にはですね、鮎がいなくなるという事態になりかねません。そうなってきた場合には球磨川漁協といったら単なる一組合の女に関わらず、人吉熊のですね、観光資源というのはもう大打撃を受ける、間違いないと思います。そのあたりについて支障ないし、支障ないという考え方って到底成り立たないと我々は思っています。いずれも、他にもいろいろあるんですけれども、とにもかくにも担保がないんですよね。これまで電源活動は6回にわたって国交省から指摘を受けてきましたけども、いずれも実行してない、今後実行するという根拠もない、むしろ無視する可能性がある。その時どうなさるつもりなのか、我々としてはやっぱり知事はですね、担保を取るまで電源開発者ですね、担保を取るまで水位権更新について判断を述べるべきではなかった、支障なしとか到底言える状況ではなかったと我々は考えています。それと坂本で昨日いろいろの人とから電話を受けたんですけども、知事こういう意見があったので いくつかあったのにお伝えします。球磨川宝という言葉は今後使ってほしくないと、知事には、そういう資格はない、もう人格違反です。よろしくお伝えください。他に読んでください。私は久保田と申します。2月3日ここに参りました。その時の写真なんですけれども、まさに戦死、言葉はちょっと変ですけれども、本当に球磨川を愛し漁民として本当に奮闘されて方でした。毛利様本当に過労死みたいな形で亡くなられました。でだけども逆に見ると本当球磨川宝といった知事さんが何らかの英断をなさってくださるって信じておられた方でした。私もそうでした。私たちは今度いろいろな運動をする中でこういう、ね、JR のその視察船の撤去がえぐられていること、そしてまた全然土砂も撤去もしていない、本当にめちゃくちゃなやり方をして、そしてまた川を50年間我が物顔にしてきたこの J パーに対して物を申してくださる、ノーと言ってくださることを信じてまいりました。で、昨日不退っていうことでなさったわけですけれども、それを信じてくださる、つけてくださることはなんかこういいことだっていうふうにしておっしゃいましたけれども、その臨時会見のところでですね、次の水利権更新の時にはこの自分の不退したものが生かされるっていう、じゃあこの20年間私たちは何の保証もなくて、また水害に悩まされ、そしてから震動に悩まされ、青子の被害に悩まされ、この20年間をあなたはどう見られるのか、実際に現場に行って20年間を、はあ、仕方のないことだって受け止める、その中で父は何もしてくれなかった、そういう声が私は聞こえます。私自身もそうです。信じていただけにその落胆は、私は本当昨日はもううつ状態でした。ですから本当は20年間じゃなくてちょっと待ってくれ、まだこういう手当てもしてないんだ、もう少し待ってくれっていうことを言っていただきたかったですね。それに対して河川課の人たち皆さん方も、知事現場に行きましょう、ちょっと話は飛ぶかもしれませんけれども、ケネディ大使だって名護のところに行かれたじゃないですか。すぐそこです。行ってほしかったです。住民の本当の心の声を聞いてほしかったと思います。
まあ、知事さんとしては大変だったと思います。国交省のああいう、まあ、突きつけられてきたことに対して大変っていうことはよく分かりますけれども、住民を大事にして幸福量っていうことを大事にしてこられた知事さんだったならば、もう少し住民のことを分かってくださっただろうにということ、何らかの打つ手があっただろうにと思うと、あの支障なしという言葉、支障ありっていうことで、こういうことがあるので支障がありますっていうようなことでしてほしかったと思います。あの4点があるということ、本当に支障があるんですね。電力の幸福量は上がったでしょうけど、住民の幸福量は下がったで、不幸量が拡大しましたよ、これは明らかじゃないですか。これはもう表見れるわけじゃないですか。あんなに一民間企業は実態のない、あの民間企業の幸福量だけ上げてどうするんですか、ね、それとこのこれですけど、もうあの2月24日からあの瀬戸石ダムは水門閉めますよね、ゲート、ここが見えなくなりますよね、工事はできなくなって、このまま放置されますよね、どうするんですかこれ。もう国交省にも言ってるし、県庁も県にも言ってますけど、この状態ですよ。熊西新聞によると、熊本県の管轄だから熊本県が、工事しますというような記事が載ってたけど、まだ工事されてないですよ。これ壊れたらどうします？えぐれて浮いてるんですね、こちらの部分は。七つ星が夜撮るんですけれど、もしもということがあったら、もう2月24日からあの電源からは当然の権利としてですね、水門を閉めますよ。しかもここはもう工事できないですよ、閉まって、まあ、そういうこといっぱいありますね。さっきの鮎の問題なんですけど、私たちは鮎をですね、宝と持ってきました。それこそ流域のですね、私たちのかけがえのない、そしてからあの観光でもですけども、私たちの貴重なタンパク質源で昔から本当に愛してきました。そして去年なんか本当にナギも取れました。今年はアオサもいっぱい取れてます。宝の川なんです、まさに宝の川なんです。球磨川にアユが消えるということはどういうことなのか、これをお考えいただきたいと思います。せっかくの SL が走っている、七つ星も通る観光資源なのに、アユがいなくて人石の旅館なんか成り立つんでしょうか。皆さんの生活は本当にどうなるんでしょうか。文化です。県南振興と言われるんだったならば、本当にアユを大切にしてほしい。で、漁協のですね、こういう保証がないままになされたということはですね、これ漁協の人たちもですけれども、流域の住民がですね、今後アユを食べられなくなってしまう、これは本当に悲しいことです。こういうこと一つ一つ詰めて言ってほしかったなと思いますね。今あのそこ の, あの吉尾川の護岸のところはどういう計画になってるんですか。県で実施されるんですよね。今秋田地域振興局の方で、対応しているということを聞いております。だから具体的にどういう計画になってるんですか。どういう計画であるかところまで、すみません、ちょっとそこまでは。今話が出たように24日には貯水開始するわけですよね。またそこも踏まえて対応を取ってるんだろうと思います。日にちがないですよね、これ明治30年代の市のものですよね。近代文化遺産に登録しようとしているこの鉄橋というのは明治時代の鹿児島本線なんですよ。あ、それを JR のですね、昔の鹿児島本線ですよね。本当に危ないですよ、ね、危ないからこう伏せてあったと思うんですよ、ここ5番の。だから、あの、あと10日でできるような工事かどうかですよね。明日から入って、明日で24日ですよね。10日間でできるような工事かどうか。もうやってもらうしかないですよね。なので、その、まあ、24日の貯水をするまでに、やってしまう計画なのか。貯水してからはできるんでしょう。いや、なのでその辺はちょっと詳しいことは、まあ、わかりました。聞いてないので、
認識されているって言葉が分かれば十分です。あのそこは秋田の振興局の方で対応するということで今のところ聞いています。熊本県が対応しないといけないような問題ですかね、これ。そもそも原因不明だから秋田ってことなんでしょ、熊本県ってことなんでしょ。まあ、そこの吉尾川というのが県の管理河川ということになりますね。だけど J パワーはですね、ここに水がこれ常時 J パワーの電源開発の水が来ますよね、瀬戸下の。その満杯になっているところは自分たちの責任だっていう回答を言いましたけれども、うん、あのそこも調整した上で対応するということになってるんだと思うんですけれども、すいません、その辺の詳しい内容についてはちょっと私の方で分からない。あの今年水害が発生したらどうします。それもやっぱり自然災害と言います。あの電源開発は一貫して自然災害で言ってるんだから、今年水害が発生しても自然災害ですよね、彼らによっては。もし水害が発生した時もそれは自然災害と考えられますか。すいません、あの、まあ、想定の話なので何とも私の方からは、これまでの水害はもう、これまでの水害というのはあったのは確認できますか。水に浸かった、浸かるんです、この敵を越すんです。あのこれまでに発生しているものについては、あの、まあ、管理をやっている局振興局の方では把握をしているものと思っています。それは自然災害と把握されているわけですね。いや、すいません、そこまではちょっと私の方では分からない。だって自然災害では分からない。問題は砂を取ること、砂を取るか取らせるかどうかですよ、うん、砂がある限り水害は発生しますよ。その確約は全然ない。あの担保が全然ない。その対策については除去を計画的に除去するということで、まあ、話を聞いています。あの対策計画 の J パワーが作った計画表をご覧になりましたよね。先日もお上げしたんですけど、あの計画でいくとですね、あと5、6年は今の状態と変わらないですよ。ほとんど除去できてないですよ、あと5、6年は。ということは今もうずっと何年も毎年毎年水害が起こってるんですけども、その状況が全然変わらないから、また今年も来年も再来年も同じような状況になるんですよ。ということは毎年毎年水害が発生するんですよ。なので、まあ、その対策については今計画的に今後やっていく。いや、だからその計画を見ても減らないんですよ。計画見られたでしょ。あ、いや、だからその、まあ、その取らなければ減らないんですよ。いや、取ってもまた対策しますよね、毎年。本気ですると思います、電源開発は。計画通り本気ですると思います。まあ、そういう計画を信じてるわけですね。いやいや、計画通りにしても減らないんですよ。今が、まあ、30万立米ですかね、今あの溜まってるのが。で平成28年とか29年でも24、5万立米、そのまま堆積が残るんですよ。あの取る量が少ないから、毎年の計画の堆積というのは毎年毎年に溜まってくるでしょう。それと取る量との見合いで、まあ、減るか増えるかになってくるんですけども、減る量が1万立米とか3万立米とかいう毎年取っていくような計画になってますけど、1万7000立米はたまる毎年流れ込みがあるという計画になってますから、ほとんどもう微々たるものなんですよ、減っていくのが。で現在の対策量から毎年減るのが 数千立米ぐらいで、亡くなるのが今から10年後ですよ。その間は流域の住民の皆さんは、まあ、申し訳ないけど水害を我慢してくれと、水害に遭ってくださいという計画ですよ、うん、よろしいですか。あのこの間からも何回かの申し入れの中でも、この瀬戸下のが老朽化してですね、単純に洪水の危険性というんだけども、もっとその今の集中豪雨的なゲリラ的な豪雨の中では危険なダムになっていると、老朽化したダムの危険性というのがこの間非常に明らかになってきていて、その中での対策の問題とかいろいろあるわけですよね。で知事はですね、
このこうした危険な問題と、それからいろんな被害の問題ですよね、あの匂いとか振動とか、そういう問題は確かに事実あるんだろうけども、それと水利権更新は別問題だということで支障なしというふうに言われているんだろうと思うんですけど、しかし付帯決議につけられた以上一定の認識が終わりだと思うんですね。でやっぱり危険なものを川の中に残しておくということは、これ知事としてはですよ、その民間の営業を任せる任せない、あの許可する許可しないということではなくって、危険なものをこの川の中に置くということが知事の立場として正しいのかどうかということを、私はやっぱりもっとお考えにならないといけないと思うんですね。で危険でないというふうに認識だとしたら、それは認識不足で、住民の被害とか危険にもっと寄り添う、それが知事の立場だろうと思うんですね。ですからやっぱりもっとそこのところをもう一度住民と意見をきちっとこう合わせてですね、今回のこれも撤回をしていただくというようなことにできないのかどうかですね、ぜひその点を知事にお伝えいただきたいと思うんですよね。そうすべきだと、あの見た目で言うとですね、企業家がかなり一生懸命砂を取ってましたよ。それに比べるともう電源開発のやつは取れるところを取ったような格好してるだけですよ。もうそれはもう一目瞭然ですよ。企業の頑張りとですね、電源開発のですねやっつけ仕事っていうのはもう一目瞭然ですよ。これまで6回警告を受けても実施しなかった企業っていうのはさすがにそういう企業だなと思わせるところがあります。でそれをし、まあ、信用なさったということでですね、実際に被害があったときどうするかなというのは、救急車通れないですからね、線路の上をみんな歩いていってるんですから、今ここは道が道路が浸かってしまうんです。いつもこの撤去すれすれに水が来ますんでね、毎年ですよ梅雨時に。ですから救急車通れない、どうせ命の問題だ。本当にもう悪い意味で慣れ子になってしまって仕方がないって、地域の住民はこのジェイバーにいくら行ってもいくら行っても門前払いをする、せめて県に国にっていうのをすがってたんですよね。ところが今度切られてしまう、落胆されてます。まあそれでですね、もう県は県を行ったから終わりということにせずにですね、状況に、その電源開発の状況にですね、今までの傲慢な態度にこの全然変化がないときにはですね、やっぱ県の方からでも指導してほしいと思ってるんですよ。田原さんを、水利権更新の直前にいい子になって、直前ばっかしいい子になってですね、更新が終わったらもう今まで通り言われくっちゃった、それでも県はもう、その話は終わりましたって無関心で言っていられるかどうかですよね。そこは今後問われてくるだろうと思います。もう信用さん、もう更新が済んだからもうこの話は全て終わりで、あとは国交省と電源ガスの問題で熊本県は全く関係ないよという立場を取り続けられるかどうかですね。一応私たちは意見を言いました。それでも言ったことを守ってないことについてはもうただ本当の当事者である国交省とですね、電源会社問題が熊本県は立ちすべき問題ではない、それで進むかどうか、多分知事の言い方からすればですね、もう済む、それで済むというような発想だと思いますね。しかし県民の命に関わってますから、そして県南の振興に関わってるんでですね、そこで、全くノータッチだという形では今後教えてもらったら非常に問題だろうと思います。はっきり言ったら国交省も電源開発をやる気はないし、熊本県もやる気はない、見つけて頑張ってもらわないとですね、あそこのブラックは、赤字のブラックはなくなりますよ。いいですか、
間違いないと思う、うん、これまで再三各団体の皆さんがね、漁業をはじめとして県に要請行動されたと思います。で最終的には知事が意見申すときにやっぱり現場を見て、そして現地の皆さんの声を聞いて、その上でね物申してくださいということをね再三みんな言ってきたと思うんですね。で知事はそのことをなさらなかった。そして担当課のいくつかの課が知事に意見申すための資料作りされたと思いますけど、担当課の皆さんもそのことをなさっていないという思うんです。で今回私ども2月1日の集会ですね、その中で明らかになったのはこのダムは危険であるというのが国交省の資料からも明らかになった。そして電源開発が本当に管理能力があるのかと、この点でも管理能力はないというのが明らかになりました。これは私ども電源開発に日本共産党として申し入れた際に11名の方が対応されましたけれども、その中で国交省は調査によって判定いえという判断を下して、そして退社除去ね、やっぱりするようにということを指導されたと思うけれども、実際に具体的に聞いたところ、平成5年に退社除去をいたしましたと、そして20年間も放置してたんですね。20年間もしていないということだったんですよ。これは当局がおっしゃったんです。そういう電源開発にこの4つの不退転事項をつけて、先ほど上村さんから担保がないじゃないかとおっしゃいました。私はまさに担保がないと思っています。担保があるとおっしゃるならばね、やっぱり知事としては県民の命財産守るという立場からもね、やっぱり何らかの文書等を、ね、取り交わさなくてはいけないと思います。それでもって初めてね担保取ったということになるんです。しかし担保がないわけですね。そういう中で承認されるということは知事としての責任を果たしていないというふうに思うんですね。だからこれからね、先ほどからもこれで終わりというんじゃなくて、これからも知事は一つ一つについてね、ちゃんと対処がきちんとね行われているのかどうか、安全なのか、あゆはどうなのか、そういうことをきちんとチェックしながらね、やっぱり県民のね、県知事として県民に責任を持つという立場からしなくちゃいけないと思うんです。国交省は国交省でね、やっぱり指導を行っていくということをしないと、今まで全く指導がなされてないんですよ。先ほど言ったように20年間も放置した場合ですから。そして今回ね、水が流れてみると、鉄橋のねえぐれてるという状況、あれは水がなくなってそこの土砂がね流されたから初めて分かってるんですよ。だから今非常に一番問題なのはやっぱりそこが今なおね整備されていない、補強されていない。そして今お話を聞くと芦北の振興局がやるでしょうと、しかし24日にはもう水がね溜まる状況になっている。これじゃねみんな納得しないんですよ。本当に今もう補強されてね、ちゃんとこういう付帯決議をつけましたよとおっしゃるならねいいんだけど、そのこともしないでいてね、なんで住民が私たちが分かったということになるんですか。いつも交渉に来た時には多くを語られませんよね、口つぐんでおられます。それじゃあ本当にねやっぱり県民に対して責任を果たしてるってならないと思います。なんで熊本県の荒瀬ダムについてはね、ああいうことをね国交省はね指導しながら、なぜ電源開発にはねしないのかということも大きな疑問です。電源開発と国交省は
なんか慣れ合ってるようだと。そしたらそこに県も慣れ合ってるんじゃないかというふうに思われても仕方がないんじゃないですか。新国あの鉄橋の一つすらね、県の管轄責任ですって言いながら補強してないんですから。それのね、もう水が溜まることをね、24日までどうやってするんですか。責任は果たしてないでしょう。何もやってないということではなくて、まあ、実際その現場の工事の方はまだ今お話伺ったところではされてないとかいうことなんだろうと思うんですけども、だからといって何もしないのかということではなくて、工事についてはいろいろ調整をしているんだというふうに思っています。してるんだ、してるんだ。どういうこと具体的になさってますか。聞いてるのは振興局の方が対応するということを聞いています、私の方は。ただ実際具体的にどういうスケジュールでどういう工事をやるかというところまでは申し訳ないですけども、私の方では把握をしていないので、今この場ではお答えすることができない。把握したい上で返答するのが当然じゃないですか。把握もしてないのにね、やるでしょうという話をどこで信じればいいの。対応するというのは多分聞いておりますので。やるということ、はい、対応するというのは振興局の方でやるというのは聞いておりますので。ただ具体的にどういうことをやっていつまでにやるとは聞いてないんですね。そこは私の方では把握をしてない、聞いてない、存じ上げてない。それじゃ曖昧です。申し訳ないですけど、この場所で、すいませんけどお答えできない。じゃあ曖昧ですね。できない。だって24日をね、延期させるというならいいですよ。ゲートを下ろすのをね、水をちょもう溜めていきますよというのをね、先に伸ばすっていうならね、わかるけれども、どういうことを具体的にやって、例えば24日までね、ちゃんとね、補強いたしますっていうことが具体的になってるならいいですよ。だけどなってないんでしょ。まあ、新興局の方で対応する。それまでに。そこはすみません、わかります。坂本のですね、年寄りたち の感想をお伝えしておきます。もう20年間は言っておられない。昔の顔、熊川を見たかったけどももう見られなかった。残念です。悲しいというふうに言っておられて、それ伝えてくれということでした。20年は長すぎるって。もう80超えておられますからね。私たちもそうです。もう顔を見たかったですけど、もう見られない。まさに芦北町の球磨村、瀬戸石港ダム周辺は足尾銅山の田中正造が頑張りましたけれども、まさに捨てられた。私たち県によって国によってジェーパーに売り飛ばされた機民だって思います。話してたまりません。そういう意味では森さん早く死んでよかったかもしれない。知事の意見を聞く前に本当に悲しいです。もう悔やんでも仕方がないです。これからも私たちは川を取り戻すためにいろんな意味で頑張りたいと、続けたいと思っております。でこれから水害があったり、アユが取れなくなったり、そういう時の保証とかいうのが確約たるものが見せられない限り、私たちはこれからも皆さん方にこうして参りたいと思います。どうぞその時よろしくお願いいたします。顔を取り戻すために頑張ります。ちょっと私も一言言いたいんでいいですか。はい。知事は球磨川は宝だとおっしゃいましたけれども、なんか部署があるんですかね。ここまでは熊が寸断されてて、ここまでは熊川、ここから下は熊川じゃない、次は熊川だとか、そういう感じで言ってらっしゃるのだろうかなと、うん、それから何ですか、県民の総幸福量という言葉を知事はよく使われますけれど、この総幸福量というのは非常に何て言うんですかね、アバウトな表現なんですね。実質が伴わない表現、全てをくくってしまうような表現なので、こういう言葉は知事はこれから使わないでくれと言ってください。
それから球磨川は宝だっておっしゃったことももう言うなという 先ほどの発言がありましたけれども、そう幸福寮という言葉も使わないでくれと伝えてください。以上です。この付帯意見ですね、4項目、プラスの後ろの方に今2項目ほどあると思うんですけども、この付帯意見が具体的に実行されているかどうかというのは県の方ではどうやって確認されるんですか。確認されるおつもりがあるのかないのか、ちょっと聞かせていただきたいですけど、対応推移を見守るということだろうか。それはどうやって現場を確認しないとわからない項目いっぱいありますよね。現場でその辺は毎年確認されるということですかね。大佐 の実施状況とか状況の実施状況であるとかということですか、ね、を特段県で現地等で調査をするかどうかについては今のところまだ、だからこの意見を付して回答されているわけですよね。でこの意見が付帯意見についてはまずその電源開発の方にきちっと4項目対応してほしいということと、と兵庫県ジェネラル国土交通省については対してはその指導監督の方をやってほしいということを、まあ、付帯意見として4項目つけているということです。だからこれは実施されないと意味がないんですよね。実行されないと、うん、現在そういう問題があるので付帯意見として出されてるわけですよね。だから実行してほしいということで意見を申し述べてる、うん、でその実行してもしなくても県はもうタッチしないということですか。タッチしない今後、ね、結局そのこういう意見を付してまあ電源開発にやってくれるように国に要望しましたという今の段階ですよね。今の段階でも、でそれが確実に実施されるかどうかっていうのはもう確認しないということですか、県としては。いや、しないっていうことは言ってない。だからどういう手段で確認されるのかを教えていただきたいという今要望なんですけど、ここは今の時点でこれこれこういうことでっていうことは今の時点では考えてないけど、確認はするということですね。その確認はずっとしていくということですね、これから。確認はするつもりはありませんよね。実行されなければまたいろんな問題等というのが出てくるんだろうと。当然出てきますね。もう現状何も変わらなくて推理権更新されてるわけだから、問題が出るのは明らかですよね。いやだからそこを問題でないような対策を取ってくれというのを今言ってますけど、もう時間がないんですよ。もう門扉は24日に閉まるわけですよ。貯水が始まるわけですよ。先ほど の JR の それにしろ、その対策にしろ、対策もほとんど取れてないから、残ってるんですよ、ほとんど。いやだからその一挙に全部を取るっていうのはなかなか難しいので、いやそうしないと水害が起こりますよということなんですよ。いうことを今計画をされているということですよね。まあそれはもうできないことだから言っても仕方ないんですけど、瀬戸内ダムについてはタービンを変えるという噂が絶えないんですよね。モーターですよ、回して発電乗る、はい、で今回は施設を全く変えないということでですね、取水量も取る水も出す水もして、タービンも変えないというような話で全く同じで、ただ単純更新ですね。期間だけが伸びるだけの話、期間だけちょっと20年だからあれですけども、でももうタービンも変えてまだやりたいというような話はもうあちこちで出てるんですけども、そういうことになってもよろしいってわけですよね。ほとんど詐欺的にやってると思いますけど、20年間水利権を更新したら向こうはじゃその20年間でもう我が物側にいろんなことをしますよ。だからタービンとも対しても更新って言ってますけどね、それを恐れてるんです。
実際に荒瀬が撤去されて本当にずっと水が変わって取水量や流れで流動も変わってる、それも確認されなかったんです。川を維持するためにいつも常時流していかなきゃいけないということ、取水量、流入量の変化があったわけです。だからそれは単純更新ではないはずです。変化があったわけです。だからタービンもそれに応じた、今の大きなタービンじゃなくて変えなきゃいけない、大体もう年数も経ってますからね。だからそういうところのこはチェックされたんですか。水利使用の許可の中で、変更に当たる部分ということであればそれは許可権者である国土交通省の方で、審査をやってて、変更に該当するものであればですね、それは当然変更の許可という対応を取る話になったと思います。一応あのお伝えしておきます。何もなく単純に期間だけを延ばすというような言い方をしたり、住民の理解と協力を得ながら、まず住民と理解と協力を得ながら、もうキャッチフレーズですよね、電源開発の。だ言うばっかし、話を聞いたことは一回もない。そしたらあのタービンの話も、ただ期間を延ばすばっかし、でも実際はこうし、あの機械設備とか新しいものにしてきますと。もう実態が信じられないのが、地元住民としてはですね、これはあの分かるでしょ、住民と理解、住民の皆さんの理解と協力をっていうのがキャッチフレーズだったというのは ご存知でしょ。どの新聞を見ても電源会社そのことを発表してますよね。でも話し合うつもりは全くないでこう明言してますからね。そのそういうこともちょっと頭に入れてほしいと思います。口先だけだということですね。我々はなんでそのわざわざ担保ということまで、普通だったらそんな大企業に対してとかですね、県知事に対して担保とか言わないです。これまでがひどすぎたからです、うん、そして、ね、あの国交省は57年の大水害の後に57年だ7年以前の水まで過小まで泥を取れってずっと指導してきたんですよね。だからあの企業局も努力してからだいぶ取ったですよね。一挙には取れないと当たり前でしょ。だって電気がやらなかったの。そして水利権更新の直前になってから以降になってから取る真似をして、これはもうちょっともう信じられないと思うんですけど、うん、一挙で取れないのは当たり前です。それまで放置しとったんだから。だから記憶が増したと思いますよ。増した、うん、記憶が当たり前だったかもしれないけど、そう普通の会社と思ったのはとんでもないと思います、うん、だからあのまあお願いもかなりあるんですよ。検討してもいろいろですね、指導してほしいです、あのチェックしてほしいって思ったんです。それがないと地域住民は救われないしですね、うん、あの病人が出て救急車でも運ばれないとかって言ったらあまりもかわいそうですよ、うん、で電源が厚に浮いていったら自然災害ですからどうしようもありません、うん、よろしくお願いします。これぜひあの県の方でチェック、この付帯権に関する、うん、あの事項はですね、うん、チェックしていただくようにお願いしておきます、うんうん、もちろん知事まずは撤回です、うん、そうですね、はい、撤回するべきです。知事は妥当っておっしゃいましたけれども、それの撤回はどうなんですか。できない、その手続き上可能かどうか、知事の発言を、まあ、翻すわけですけれど、そういうことはぜひ手続き上どうなんでしょう。それを無視してやめると言ってほしいです。あの本日そういうご意見があったということについては、うちのほうに伝えましたい。だって手続き上あるんですよ、更新許可にたのに。ただ、ね、水利権の更新を妥当だというのはおっしゃったとしても、危険なダム、これは県民にとって大きな問題であるから、撤去するということは言えるわけですよ、知事の方は。水利権もね、どうであろうと、危険なものを、県民の被害を受けるものを、川の中に置くわけにいかないと。これは管理者であるとか、うん、国交省の管轄とかそういうことではなくて、
県知事として県民の命を守るために危険ならば撤去しなさいという提言はできるはずなんです。その立場に立つべきだということは提言しました。でその前提として整理券の更新を撤回すべきだということです。お答えください。まあ、いろいろ言ったんですけど、はい、うん、年寄りのことをちょっと考えてほしいですね。本当も、うん、坂本とか田舎に住んでたら、信じきってましたもん、知事は熊川宝田って言ったからですね、それを信じきってですね、本当はダメだとか、あるいは期間は長すぎるんじゃないかとか言ってくれると思ってたんですよ。せめて10年と思ってました。いや、5年とか思ってたんですよ。はい、20年とか言われてたら、もう一度らないんですよ。